はじめましての方ははじめまして。そうでない方はお久しぶりです。くまと申します。3分初回動画なので、自己紹介から入らせていただきます。僕は ORS からレートでピカチュウイノパーティーで高レートを目指していまして、ORS のシーズン17では、デデンネとピカチュウイノパーティー、まあ、いわゆるあのデデピカ構築ってやつですね。それを使って動画投稿を始めました。というわけで、ようやく新人の域から脱し始めたばかりって感じです。サンムーンの動画投稿なんですが、6世代ではピカチュウとその世代のピカチュウ枠、すなわちデデンネをパートナーとしてやっていたんで、今回は7世代のピカチュウ枠であるミミッキュをパートナーとして、まずはレート2000を目指してやっていきたいかなと思ってます。はい、それではパーティー紹介に入りたいと思います。まずはミミッキュですね。はい。鬼火サメフォン、ですね。で、弾を持たせました。僕、鬼火って技がすごく好きなのと、あと、弾を持たせたのは、カプテテフとか、ガブリアスを、まあ、シャドクロとか、ジャレ影打ちとかで持っていけるんで、まあ、ちょうど火力もいい感じになるんじゃないかなってことで、弾を採用しました。はい。で、次は、はい。僕の相棒枠であるピカチュウです。まあ、今まで変態型しか考えなかった僕ですが、まさかここまでやるとは自分でも思ってなかったですね。まあ、おとなしいということで、まあ、どういう調整かっていうと、まあ、まずおとなしいっていう性格なんですが、B がダウンで、D が、補正かかります。まあ、調整なんですが、まずマンダ地箱を役割対象としています。アナライズ地箱コイルのラスターカノンを高乱数で 2発耐えて、瓦割りで磁場コイルを、H175 ですね。うん、よくいる直帰 H175 磁場コイルを、高乱数2発、飛来進行ミのメザ氷で、ムブリメガボーマンダを確定1発、でムブリガブリアスが超高乱数1発といった感じです。はい。まあ、おとなしいにしたのは、まあ、削っていいところが、まあ、防御ぐらいしかなかったからですね。まあ、ただ D ブリとは言っても、奇跡じゃないんで、そこまで安定しないのがネックなんですが、うん、まあ、なんとかそこは読みでカバーしていきたいところです。はい、次ですね。はい。ボーマンダ。まあ、メガボーマンダですね。調整は、デレフィカ構築でやってた時と全く同じで、まあ、陽気エース、無邪気最速のエースブッパです。ちょっと、厳選はちょっと B が1妥協されてますが、まあ、まあ関係ないと思います。はい。次はメガゲンガーですね。うん。僕いつも ORS では、HS メガゲンガー使ってたんですが、まあ、今回は CS でやってみました。まあ、挑発はポリツ意識で、HS じゃないのは、まあ、たたり目を使いたかったんですが、HS たたり目だと、ガラガラが落ちないので、まあ、高乱数で落とせる CS たたり目を採用してみました。はい。次はヤドランです。HB ベースですね。で、少しちょっと D に回してます。まあ、ただの物理受けですね。まあ、ガブリアスあたり受け出せるようにって感じです。はい。で、最後が、磁場コイルです。性格じゃん、性格あ、特性か。特性が、まあ、磁力なんですが、まあ、それ、まあ、あえて磁力にしてるのは、鉄火具屋プラス電気無効、まあ、ガラガラとかですね。鉄火具屋ガラガラみたいな、電気無効サイクルが結構流行ってるんで、そこでサイクルカットできたら強いんじゃないかなということでやってみました。実際結構僕のパーティー鉄火具屋来るんで結構ハマるんですけど、ただあんま普通のなんだろう、この磁場コイル結構鉄火具屋がいようといまいとかなりセンス率は高いので、ちょっとアナライズの火力が欲しいなって思うこともよくあるんですが、まあ一長一短かなって感じですね。はい。はい。というわけで、まあ、長くなったんですが、これから対戦の方に移っていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。それでは、セイコーさん対戦よろしくお願いします。ということで、ん?おっと。これはワンチャンピカチュウありなのでは?ワンチャンピカチュウありだな、これ。まあ、ついにワンダジバコが来ましたね。で、なんだ、左上がなんかよく、何だ、アマージョだったっけ?確かなんか先制技できんのやったっけ?今関係ないですね。とりあえず、そうだな。
どうしようか。難しいが、フォーマンダ欲しいな。とはいえ若干あれか、ポリゴン2が多いのか。それだと、となるとどうすんだこれ。レンガどうしようかな。これ割と難しいぞ。レンガヤドランピカチュウとかかな。わかんないけども、ヤドランから入るのはどうかな。ゲンガーから入って誰が来るこれ。わかんないが。ゲンガーから入るか。で、ヤドランピカチュウで行きましょう。はい。それでは対戦よろしくお願いします。はい。地味にピカチュウ偉人なんですよね、これが。うん、ようやく25戦目にしてようやくって感じだ。まあ、なかなか仮想敵が来なかったんで、仕方なさはあるんですけど、ようやく、まあ、このピカチュウがどれだけ戦えるかが分かりますね。まあ、とはいって、あ、やべえ。キャプテンね。あ、後ろくらい OK ですね。さて、ここで何を打ってくるかですが、まあ、相手としては電気技が普通に考えたら安定ではある。どうしてくるかな、相手としては。普通に電気技打ってくれればいいんだけど。OK、一番プロトですね。よし。じゃあ、ここは身代わりしていきましょう。身代わりでいいかな。身代わりでいきましょう。引いてくるかどうかわかんないけども。相手としては、ピカチュウから有効打があるとしたら、瓦割りっていうのは、まあ、若干わかるかもしんないけど。居座りか。ラスト可能 OK。じゃ あ, あ、そうだな。一発瓦割り見せますか。技入れ替えができるってことは、まあ、二発、まあ、もう一回身代わりできるぐらいは耐えるはずなんで、ここ瓦割りでいきます。よし、OK ですね。で、次のラスターカノンが、OK、うん、175ぐらいかな。一応このピカチュウは、高ランス2発いけるように調整してるので、でここは一回身代わりましょうか。OK、うん。よしよしよし、いいぞ。ここまで OK ですね。これはうまく決まってるんじゃないか？これもちろん身代わりですね。よし。若干読みが必要なので難しいところであるんですけど、これは綺麗に決まってるんじゃないかな。ここは目覚めるパワーで。普通の分、ムブリマンダなら確定一発です。まあ、今流行ってるジバコイルは多分あれなんで。ポリゴン2、あ、なるほどね。ということは、あれか。これは読まれた感じかな、さすがに。ダウンロードで上がるのは、まあ、A なので、まあ、それはいいんですが。相手の出しがあれだから、まあ、一応、瓦割りから入ってはいいかな。はい。硬いな。まあ、さすが、まあ、イカが入ってるからね。恩返し。おぉ。恩返しか。恩返しか。ってことは、とりあえずゲンガー出そう。相手としてはここ、交換は読めるところかもしんないけど。まあ一応、ジバコイルにあれだけ入ってるんで、ご配信 OK ですね。じゃあここはヘドロ爆弾かな。ヘドロ爆弾か。ヘドロ爆弾でいいかな。でも相手としては、ここで出してきたということは、気合玉を想定したくなるはずだから、ここはヘドロ爆弾でいいはず。さすがに、あいつ蹴出しは無理やろ。うん、オッケーオッケー。で、ポリゴン2の電磁波が、今作から、あれですね、仕様が変わったせいで、原画が抜けなくなるので、まあ、悪くはないかな。で、ヘドロ爆弾が入っていく。恩返しってことは、オッケー、毒が入る。
若干硬いか。これ硬いな、こいつ。HD か。HD ならいけますね。結構火力が。あ、ていうか、そもそもこいつが CS だからか。なかなか CS ゲンガー使ったことがないので、ここは挑発でいいでしょう。まあ、道連れの方がいいかもしれないけど、まあ、こういう、まあ、ちょっとポリゴン2重めなので、オッケーオッケー。あとは、ジワコイルをどうするかになりますね。とりあえず安全にポリゴン2は処理できるが、問題はあいつだな。放電か。これ、まあ、ヒったら嫌だけど、ヒらないでください。オッケーオッケー、よし。で、ポリゴン2はまあ突破できるわけなんですが、まあ、問題はやつだよな、ボーマンダー。ここ考えどこですね。あのボーマンダーが何マンダーのかわかんないが、ジバコイル、あ、ジバコイルでくんのか。え、ジバコイルでくんの、それはありがてえな。まあ、直帰ってことなんだろうけど。じゃあ、たったり目でいっかな。一応、まあ、多分そんな入らないとは思うんだけど。どうせ直帰だから。うん、だよね。ヘサミルフは OK。で、ここちょっと読み合いになっちゃうのかな。あれ耐えた？マジか。ラスターカノンでよかったのにな。で、これ勝ちかな。多分勝ち、多分勝ち。まあ、挑発っていいかどうかだけど、挑発でいいかな。挑発を打つかどうかだな。挑発でいいか。挑発でいいな。挑発でいい。ここは挑発でいい。挑発って、まだピカチュウを受け出しすることで、あの、ヤドランの再生力が残るので、ここは挑発でいきます。相手としては道連れは、挑発があるから道連れを読む可能性もあるし、竜の舞があればやってくる可能性は高い。うん。まあ、メガボーマンだと。はい。まあ、これ、挑発ステージいいでしょう。多分。で、地震 OK ですね。うん。じゃあ、ここは、まあ、ヤドランでいっかな。で、あと2回攻撃しないといけないので、あいつのボーマンだわ。一発、ヤドランでレビューって、で、削れたら、ピカチュウを、まあ、クッションにして、再生力って感じかな。よいしょ、レッドビームで。まあ、流星群は余裕で耐えるだろうから、オッケー、流星群。CS なんかどうか分かんないけど、CS ではないよな、オッケーオッケー、余裕ですね。じゃあ一回、まあそもそもこれで落ちる可能性も普通にあるんですが、はい、落ちましたね。というわけで、対戦ありがとうございましたということで。まあ、ピカチュウどうなんだろうな。まあ、でも、いい感じ。まあ、ポリゴン2のせいでちょっと若干乱された感じはありますが、まあ、いい感じ。まあ、こういう感じの動きができるということで、いいんじゃないかな。それでは、カットしていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。それでは、もやすさん対戦よろしくお願いします。ちょっと出遅れたけど、まあいいだろう。はい、それではキャプっていきます。おっと、ベトベトンか。まあ、ちょっとあれかな。ゲンガー出しづらいかな、これは。アンダージ枠じゃないのがちょっと悲しいけども。さて、どうするか。マムか。まあ、ヤドランは欲しいけど、ちょっとあいつらが、ガルドと、クワガノンかな。あいつらがきついか。まあ、ミンキは割と刺さってるか。ミンキは結構刺さってる。けど、いつ出すかだな。マムがかなりきついが、
どうしよっかなこれ。そうやな、ジュアコイル欲しいけど、ジュアコイルいないと手振やばいしな、きついですねこれ。なかなかやってくれますね。ケトンが重い、かなり。どうしよっかなこれ。テフスカーフだとやべえ、時間がないです。うん、機械入るのあんま良くなさそうだけど、しょうがないかな。いやこれは弱そう。あ、やべえ。じゃあ対戦よろしくお願いします。これは負けたな、多分。これは多分負けたな。いやひどい、今のはひどい。いやでもこのままパーティーきついですわ。これなんだろう、クワガノン、なんとも言えん。まあ殴るしかねえかな、これは。殴るしかないけど、殴るしかないですかね。ちょっときついな、これ。後ろマンムーだったらかなりやばいわけだが。まあじゃあレッツクか、一回は化けの皮でなんとかあるから。とりあえずマンムーにコンビが入れればいいんだ。お、いい感じ。いいぞ。いいダメージ入るよ。ムートチェンジ入りましょうぜ。何が来るんだ、これ。何が来るんですか。マンムーとかなら別に欲しいんだけど、誰が来る。ボーマンだか。なるほど。なら、ここボーマンだ、後出ししてぇな。やるとしたら、まあ、捨て身とかだろうから。というのが、まあ、後ろがマンムーだったときが、見ていないときついので、何してくるかな。まあ、普通に殴ってくるんじゃないかな。まあ、積んでくる分には別にいいんだけど。クワガノンね。クワガノンは一応、まあ、ジバコイルでなんとかなるから。さらに流星群は今出ないところだから、悪くはないと思うんだけど。積みたくロックです。これは耐える。そうだね。うん、オッケーオッケー。やっぱり火力下がってるな。だって6世代の対面だったら上から撃たれるところですが、今回そういうわけではないということで。まあ、もう OK ですね。これ流星入るのはでかい。が、アレケンナに入っちゃってるのがちょっと辛いところ。アセリオッケー。直帰だときついけど、どうですか。直帰だと嫌だな。オッケー、いいダメージ入る。上げ打ち剣ではないかな、ちょっと。ここはさすがにジュバコイル引きかな。ジュバコイルは捨て夢に行きましょうか。ですね、どうだろう。マンダはもうメガ進化してる。どうしよっかな、これ。ジュバコイル捨てるしかないよな。捨てるしかないですね。マンダを切るわけにいかないんで。どうでオッケー。ここは地震で来ると思うけど、しょうがない。ここはジバコスだなぁ。ラスターカノンでいっか。ラスターカノンで。適当に。影打ち剣ではないと思うけど、まあ上取れてるから、まあジャレスクでいいんですけど。ここでジャレスク打って、でもこれあれか、クワガノン捨てられるか。これクワガノン捨てに来るよな。ここでクワガノン捨てられるとまずいが。だから読み合いか、ここは。クワガノンを捨てに来るのが安定か。で、ボーマンダ出して、こっちのボーマンダはもう受けられないから、それで勝ち筋があるから。ここで、ボーマンダをクワガノンと合わせられれば、いやでもきついか。いや、あるな。まだ勝ち筋はある。
普通に画質上悪いので、ここはボーマンダヒキですね。このまま対戦してくると思う。オッケーだよね。ここクワガの交代のはずで、まだ読み合いはあるんだけど、タクは持っていけたかな。じゃあここは捨て身でいいかな。捨て身でいいよね。捨て身でいい。ここはタクやな。最後のタクだな。だから 25% なんだけど、まあ今のは言って決まりやすいとこだから OK として、ここタクだ、コタクだ。さてどうする。つぶて2発じゃ密挙落ちません。多分ね。どうしよっかなこれ。ここ引きましょう。いきます。つぶて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 、よし、オッケー。繋いだ繋いだ、これは繋いだぞ。オッケー、これ、ね、受ける受ける受ける。これはジョレスクでいい、ジョレスクでいいよね。ジョレスクでいいです、ジョレスクでいいです。あとはマンダを石で倒せれば普通にオッケー。ここで交代してきたときにマンダを一撃で倒せればすごくありがたいが、今入ったダメージが何個だ ?18 からの69だから、118から69。49か。ってことは、13、49。26。だから、ここで落とさないときついのか。頼むぞ、お前。割と、あるはず。いけるやろ、いけるやろ、いけるやろ。よし、当てるよ、オッケー。落としてくれー。うーわー、マジか。でも、これどうなんだ。一応、タクではあるのかな。まだワンチャンあるか、これ。いや、ダメだな。普通にあかんな、これ。硬かったか、このワンダ。陰打ちで倒せたとして、陰打ちワンちゃんにかけるしかないのか、あれは。よく考えたらどうなんだろうな。これ、もうボーマンダがいらないんですよね。だからここはボーマンダ引きでいいのか。ここボーマンダ引きですね。もしかしたら地震とかで甘えてくれる可能性もあるんで、ボーマンダがいらんで一応ここはボーマンダ出しますが、ステニタックル、ステニタックルで、まあとりあえずこれで多分陰打ち圏内には入ったわけですが、ここだな。くー、ちょっと火力が足りないが、つぶてがどんぐらい入るかなっていう感じですね。ちょっとこれはきつい。陰打ちしかないんだけど、はい。玉ダメでちょっとな、ちょっと計算しろ。計算しまーす。あ、その計算、これ6世代やん。この計算6世代やん。この計算6世代なんだが、ちょっと待って。氷の粒って兄貴はいないんだって。あ、やべえ、やらかした。計算できねえ。あ、パソコンの使えねえし、やべえよ。これさっきのが49入ってるからな、結構入ってるんだよな。陰打ち圏内ではないかな。分からん、全然この感覚が。80あるもんな。普通にこれは無理やな、多分。いや、でも、いけるか、ワンちゃん。
激打ち落ちるのかどうか、わかんない、どっち？でもどっちにしても落ちるから、ここ激打ちしかない。さっきのダメージ量からすると落ちるから、激打ちでなんとかしてもらおう。頼む！落とせ！よし！来た！偉い！これは偉すぎる。これは偉すぎるでしょ。対戦ありがとうございました。いやー、頼れるな、本当にミッキーは。これは偉い。熱すぎる、これは。それではカットしていきたいと思います。対戦の方は以上になります。ここからは後がたいとなりますので、興味のない方はブラウザバックしていただいて構いません。まず、7世代の環境に関してなんですが、20戦ほど潜った感想としては、今までに類を見ないレベルで、ピカチュウが刺さっていないという事実です。6世代の終わりに、シーズン18、幻のシーズン18にこっそり、奇跡ピカチュウを発案して、かなりのね、活躍を見せてくれたんですが、7世代で使ってみると全くと言っていいほど刺さってなかったですね。奇跡が刺さってないってことは、アタッカーピカチュウも刺さっていないようなもんなんで、今まで以上に役割を絞っていかないと、まずそうです。それもあって、毎回ピカチュウを出した試合を上げるということは難しいと思いますが、そこら辺は理解していただけるとありがたいです。はい。今一方で、ミミッキュの方はかなり活躍してくれてます。化けの皮一発耐えて殴れるっていうのが安定感あるのと、あとはその技範囲が本当に、ちょうどパーティーの保管にいい感じになってるので、センス率はかなり高いと思ってます。はい。ただちょっと鬼火あんまり打ってないかもしれないので、もしかしたら他の技に変えるかもしれないです。はい。実況の方はこんな感じで好きなポケモンを使いつつガチで考察したりして高レートを目指していくつもりなんで、良ければ応援よろしくお願いします。それでは失礼します。